コーヒーを。うまどうも、LBO の山下です。本日もよろしくお願いいたします。さて、人気企画になりつつあるのかな。たくさんコメントも本当ありがとうございます。 DM もいただいてまして、はい、そうなんですよ。彼氏の胃袋わしづかみバリスタ飯をやっていこうと思います。今回はワンパンパスタでいこうと思います。なぜなら、はい、もう深夜で相変わらず疲れてまして、もうなんかいろいろすんのめんどくさいっていうので、簡単にできるものを作っていきます。そして、本来は牛の合いびきミンチの方がいいんですけど、ちょっとね安いのが見つかったんですよ。なんと 20% オフ、はい、合いびきですね。めっちゃ油出るでしょうけど、まあいいやと思いまして、これで作っていこうかなと思います。皆さんはね、油がちょっと心配だなっていう方はぜひね、牛のミンチでやってもらったらいいんじゃないかなと思います。それではいきましょう。はい、今回も結構簡単な感じで作っていこうかなと思いますのでね、はい、でまあ簡単に作る見方といえば、はい、パスタでございます。はい、で合いびきミンチですけど、皆さんもし牛のミンチあれば牛のミンチがおすすめです。で塩、ニンニク、胡椒で粉チーズですね。でケチャップとボスコを使っていこうと思います。本当にね、もうボンボン放り込んで放置していくっていう形ですね。でいきます。はい、あ、それと、ワンパンパスタでお湯を使うんですけど、お湯は300、そして前もって沸かしといていくといいと思いますね。それでは、早速作っていこうかなと思います。はい、それでは作っていこうと思います。でミンチを使いますので、油はね結構出るんですよ。出るんですけど、なんとなくちょっと使いたいということで、はい、ちょっとだけボスコを入れます。はい、でミンチですね。でこれに関してなんですけど、こうこねるとかそういうのは一切ないです。もう本当に最近流行りのパカンっていうんですかね、はい、でこのまま放り込みます。はい、ボンで大丈夫です。でもうあまり触らなくて大丈夫です。はい、でどんどん焦げ目をつけていくみたいな感じですね、表面に。はい、ではこのままあの表面に焦げがつくまでカットです。はい、でちょっと良さそうだなと思ったらこれをひっくり返します。はい、こんな感じですね。はい、で油がどうしてもやっぱミンチは多いんですよ。ですんでまあ油を取っていただいたりいいんじゃないかな。はい、これで多分両面が焼きついたと思うんですよ。はい、そうですね、両面焼けてますので、ここからもうお湯を入れてワンパンで作っていこうと思います。はい、皆さん、やけどに気をつけて。はい、まあそれはバチバチになりますっていう話なんでね、気をつけてもらったらと思います。お湯に浸かった段階でまあ弱火にしていただいて、表記のプラス5分だったかなを茹でていきます。はい、ちょっとこの辺は自信なくて申し訳ない。柔らかくなるまで混んでいきます。まあね、深夜の勢いがっつり飯なんでね、もうはい、ミンチの油も全部吸っちゃいましょうっていう感じです。はい、で茹でてる途中なんですけど、ここに、隠し味を入れていきます。はい、でこの後にトマトケチャップで味をつけていくんですけど、そうなんですよ、やっぱ肉はねコーヒーが入った方がうまいんですよ。
で、このタイミングでコーヒーをちょろっと入れて一緒に、はい、茹でていきます。あ、いい匂いですね。はい、まあ、もう少し茹でていきましょう。はい、そしたらですね、茹で上がったので味をつけていきます。だいたい大さじ3ぐらいのケチャップビーって入れます。はい、結構ワイルドでしょ。で、胡椒を入れて、で、ニンニクを後から入れます。なぜならガツンとパンチ力が欲しいからです。まあ、こんなこと言うとイタリア料理人の方に怒られそうですけどね。香りをつけるのは大変そうですけど、がっつりでいきたいのでこのままでいきます。はい、で、ソースとそれらをつないでいく粉チーズも入れていきます。はい、で、どうしてもちょっと水分が多いんですよね。水分が多いのでこれをもう一気に煮切りながら肉も潰して混ぜていきます。はい、あ、めっちゃいい匂い。で、水分飛んでいい感じになってきたら、いい感じに絡んできたら完成でございます。はい、これで完成しました。ワイルドなミートスパゲティでございます。はい、はい、もちろんこれに合わせていくのはアイスコーヒーでございます。はい、うちではですね、全自動のサブスクもやってますので、もしよかったらですね、ぜひよろしくお願いいたします。やっぱりもうこう仕事に疲れて、その後さらにコーヒーを入れるってなるとね、結構大変なんですよ。こういう時にこう全自動があればパパパッとできますので、本当におすすめでございます。で、全自動を使うときはもう先に氷を入れて、氷入れたところにエスプレッソといいますか、このコーヒーを抽出していきます。で、普段マックス入れると思うんですけど、それ大体半分ぐらいまで入れて、あとは氷を溶かしていくっていうのがポイントですね。で、この状態でこういう感じで急冷させていく感じですね。全量入れてから氷を入れてしまうとすごく薄くなってしまうんですよ。ですんで半量で氷で伸ばして、ここに追加で氷を入れると、これでアイスコーヒーの完成ですね。はい、それではですね、いただいていこうかなと思います。まあ、ちょっと危険なミートスパゲティですね。で、もう肉の脂も全部吸い切るというね。はい、結構ね、ジャンキーな味でいいんですよ。で、ニンニクは本当に後からがおすすめです。はい、いただきます。うん、で、コーヒーを入れると苦味が一応プラスされるんですよ。で、ケチャップっていうのが結構酸味じゃないですか。で、コーヒーもそうですけど、酸味を打ち消すのが苦味なんですよね。で、ちょうどそれでマイルドになるっていう計算です。うん、すごいジャンキーめちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまい。うん、うん、めちゃくちゃうまいっすね。まあ結構こうひき肉の油で結構飛び散るので、その辺はね気をつけて作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、
うまっ。ぜひね、作ってみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お前コーヒー最近何やってんのって思った方はね、ぜひね、コメントからコーヒーのことも知れ送ってもらったらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。はい、これね、ほんとね、ビチビチ飛び散って危ないんですけど、マジでうまいっす。もう油全水パスタです。はい、うん、でね、本当にコーヒーが効いてるんですよ。そう、あのコーヒーを入れないと結構ケチャップが酸っぱいんですよね。やっぱりこれカゴメのケチャップなんですけどね、本当にコーヒー入れてマイルドにするって感じですね。うん、うん、うん、おいしい。合う、たまんねえ。ぜひね、試していただけたらなと思います。バイ。